今日は男らしさ、女らしさということについて考えたいと思います。で、この男らしさ、女らしさっていう言葉をまず最初に定義します。女らしさの方が分かりやすいんで女らしさから言うんですけど、女らしいっていうのは男に所有の欲望を喚起させるっていう意味です。で、男らしさっていうのは女に関係性の欲望を喚起させるっていう意味です。それ以外の様々な男らしさ、女らしさっていうのはこれは時代とか文化によって変遷していくものなので、あまりそれにこだわってはいけないと思います。で、一番わかりやすい例が私がよく取り上げるんですけど、男は黙って札幌ビール、男は黙って札幌ビールっていう言葉があったんですよ、昔。何十年か前。で、これは、その男はベラベラ受けのことを喋らないで背中で語るっていう、まさにマッチョな昭和文化の、マッチョな昭和文化における男らしさなんですね。この寡黙無骨背中で語るっていうものが男らしいと思われてた時代がありました。じゃあ、こういう要素、属性、振る舞いっていうのが女性に関係性の欲望を喚起するかっていうことがポイントなんです。喚起した時代もあったのかもしれません。そういう余計なことは喋らないけど頼りがいがあるっていう感じの男性の振る舞いが関係性の欲望を喚起した時代があったのかもしれない。で、そういう時代だったらこの男らしい振る舞いでいいわけです。で、言い忘れたんですけど、その関係性の欲望を喚起するっていうのは、つまりその人と関わりたい、仲良くなりたいと思わせられるっていうことです。で、女性の所有の欲望を喚起するっていうのはすごい簡単なことで、つまり女として魅力的っていうことです。綺麗、可愛い、性的に魅力的であるっていうことです。こっちはわかりやすい。でも男性の場合は女性には欲望がそもそも存在してないので、そういうものじゃないんですね。男らしさっていうのはあくまで関係性の欲望を喚起するっていうことが大事なの。で、例えばその女性の女らしさっていうことで言うと、例えばイスラム圏においてはこうな顔を隠したりするわけですね。顔を隠したり、その足をその男性に見せてはいけないっていうふうに、とにかくこうやって全身をこう覆うわけです。で、その覆うっていうことが、そのイスラームの文化圏においては、まさに男性の所有の欲望を喚起するわけです。それはイスラーム圏においてはそれでいいの。じゃあ、日本っていう文化の中で、そういうふうな格好をしていて欲望が喚起されるかっていうと、喚起されないわけですよ。だからそれは女らしくないわけです。で、すごく、個人的にもったいないなって思うのは、その年齢的に10代後半とか20代とか30代前半って、すごく年齢的に若くて本来魅力的な年齢層であるにもかかわらず、その女らしさっていうところが足りてないから男性からモテないっていう女性がいっぱいいるんです。いっぱいはいないけど一部いるんですね。で、そういう人は、それで別に男性からモテなくていいんだって、私は一人で生きていくんだって言うんだったらそれでいいけど、もしその男性にモテたいっていう気持ちがあるんだったら、やり方は簡単で、男性から魅力的に思われる、男性の所有の欲望を喚起する振る舞いをすればいいわけです。その見た感じですよ。もう持っている顔の造形は変えられないけど、そのいろいろ変えられるところはあるわけです。で、私が見るところ 85% の適齢期の女性っていうのはちゃんとこの所有の欲望を喚起させる容姿外見をしています。それはもう街を見ている人を見ればわかるんですね。 85% くらいはこうです。で、それは決してその性的な魅力を前面に出すってことじゃないんですよ。別に露出すればいいとかっていう話をしてるんじゃなくて、そうじゃなくてもこう綺麗に整えることによって所有の欲望は喚起されるわけです。で、この難しいのが男性なんですよね。じゃあどういう風に男らしくすれば関係性の、女性の関係性の欲望を喚起するのかっていうところで、これはすごく難しいです。で、今私もそれをずっと研究しているところなんですけど、そのまあ第一は外見を寄せるっていうことですよね。それは寄せなきゃいけないです。外見をきちんと清潔なものにするっていうのが一番の条件だと思います。ただそれだけではもちろん弱いです。
で、その身長っていうところも低いよりは高い方が関係性の欲望は喚起されると思います。ただその身長っていうのは今更どうにもならないので、そこは多少目をつぶるしかない。まあ、あとは体型ですね。やっぱりすごくこう細いよりは多少筋肉があった方が関係性の欲望は喚起されるところがあるかもしれない。それから強さっていうところですね。この強さっていうのはその肉体的な強さではないんですよ、実は。でこれも時代によって変わるんですけど、動乱の時代、戦国時代がいい例です。戦国時代とか幕末みたいに動乱の時代っていうのは武力っていうのが大事なんですよ。とにかくこう生き残っていくためには武力、力が大事。馬上に剣を振るうって私は言ってるんですけど、馬上、馬の上でこう剣を振るっていくような時代っていうのは、その本当に肉体的なその強さっていうのが大事だった。それが男らしいってことだった。で、それを現代の文脈で考えてみると、強さっていうのは2種類あるんです。で、一つは、経済的な強さです。まあ、平たく言えば、年収、お金をちゃんと持ってるっていうのが強さなんですよ。だって肉体的にいくらガチムチだったとしても、お金がなかったら生活に困窮するわけです。でそれはやっぱり女性からするとその関係性を持ちたいっていう欲望は喚起されないわけで、そういう人と一緒にいても不安だから、生活的になんかその危険が迫った時に守ってくれるとか、もちろんそういうのはあるかもしれないけど、そういうことよりもやっぱり経済的な生活が安定しないってことが不安要素なんです。だからやっぱりお金はなきゃいけないっていう経済的な強さで、もう一個大事なのが精神的な強さです。メンタルで、女性っていうのは基本的にこう周期的に不安になるんですね。それはいろんな事情があってそうなるんですけど、基本的に女性っていうのはすごく不安が強いです。今現在のことに対しても不安が強いし、将来のことについてもすごく不安が強いんです。でこういうふうに落ちたり上がったりを繰り返していく生物です。でこの精神的に脆弱な女性っていうものに関係性の欲望を喚起させるには、やっぱり男性側の精神面が強くなきゃいけない。女性がフラフラしていても、それをちゃんと受け止める、大丈夫だよ、心配しなくていいよっていう、そのやっぱ強さが大事なんです。でそれっていうのは必ずしもその見た目外見に現れるものじゃなくて、そのコミュニケーションの中で、あこの人はしっかりしてる人なんだな、そう動揺しない人なんだなっていうのを、まあ、見せるというか、そういうことが大事だと思います。でこの強さっていうところに文脈のすり合わせっていうのが出てくるんです。カチカチの何か価値観、信念、考え方、物事の枠組みを持っていて、その女性側の文脈にすり寄れない人っていうのは、これは強くないわけですよ。一見強いように見えるけど、そういう強さを求めてないわけです。このガチガチの強さは。じゃなくて、ちゃんとこう柔軟にこっちの文脈に寄せていけるっていう、その柔らかな、しなやかな感性というか、そういう気持ちが大事なんです。それも強さ、それも精神的な強さの一つだと思います。大事なのは経済的な強さと、そして精神的な強さ、まあ、強さ、粘り強さというか、柔軟さもひっくるめた強さ、あとその外見的なところで弾かれないようにする、身長とかは変えられないけど変えられる部分もあるから、それは変えるっていうところが現代の男らしさかなって思います。その最初に言った男は黙って札幌ビールみたいな寡黙な男性っていうのは、やっぱり現代社会で男らしくないと思います。で、男らしくないのはなぜかっていうと、そういう振る舞いは現代においては女性に関係性の欲望を喚起しないからです。もう一度言うと、男らしさの定義とは女性に関係性の欲望を喚起させる振る舞い。態度であり、女らしさとは男性に所有の欲望を喚起させる態度振る舞いであるって考えれば、すごいシンプルなんです。だから黙ってるっていうのは非常に良くないことです。現代では黙ってるっていうのは分かんないわけですよ。何を考えてるか分かんないから怖いし不安になるわけです。じゃなくて、ちゃんと自分を自己開示していくっ
て相手の文脈にすり寄るっていうことが、まさに関係性の欲望を喚起する一つのきっかけになるわけです。で、もちろんその女性の側も、そのマッチョな昭和文化的な価値観では余計なことをベラベラ喋んない。だから男も女も喋んないんですよ、昔は。ベラベラ喋らないで、身を一歩引いて、男にしつけ従うみたいなことが良かったのかもしれない、昔は。なので今そういう振る舞いが必ずしも男性の所有の欲望を喚起しないっていうところはあるので、まあ、ただ女性はその振る舞いっていうかもう見た目ですからね、もう97% くらいが見た目なんですよ。見た目のところで所有の欲望を喚起するかしないかが一番大事なところです。もうそこなんですね、これは。残念ながら。だからある意味女性の方がそれはやりやすい。そういう風にしたいって気持ちさえあれば。ただ男性は難しいです、それは。一筋縄ではいかないです。その関係性の欲望を喚起させる男らしさっていうものがどういうものなのかっていうのはすごく難しい。それはどんどん研究していかなきゃいけない。ただ根本的なところを押さえておけば応用が効くっていうことなんですよね。どうすれば関係したいっていう女の欲望を喚起することができるかっていうことに尽きると思います。だからこれはナンパとかでも全部そうですよね。ナンパもそのナンパ師が声をかけた時に、あ、この人と関係したい。つまり、もう少し話を聞いてもいいとか、話したいっていう気持ちにさせられればいいわけです。でももうこの人と関係したくないっていうふうに思われたらもうダメなわけなんで。それ何でもそうですよ。あのマッチングアプリもそうだし、マチコンとかもそうだし。女性と関わるときに、この人と関係したい。したいまでいかなくても関係してもいいっていうふうに思わせなきゃいけないんですよね。そこがすごく難しい。それが研究課題です。今日は以上です。